そんなところに血を流し倒れる人、みんな大変一目見ておしまい。それは私も同じことで、一度通り過ぎてから考えてしまう。少し戻って地獄を選んだ地下鉄は騒がしくて、助けを呼んだそれだけのことなのに、地下鉄は騒がしくて、そんな忙しかったっけ。この国どうにかしちまったかい。地下鉄は騒がしくて、助けを呼んだそれだけのことなのに、地下鉄は俺たちそんな忙しかったっけ。この気持ち忘れないで生きてゆけたらな。